マリー・メイはカナダ・ケベック州バレンヌ出身の女性シンガー・ソングライター、女優である。ケベック州の若者を中心に人気の高いファッションリーダー的な存在。彼女が一躍有名になったのは2003年開始の国内オーディション番組スター・アコダミの第1回で第3位に輝いたことから。その後、モントリオールで開催された有名。 ミュージカルレントのケベック公演版に出演を果たすなど人気を獲得してゆく。特にデビューアルバムイーガキシーダブラはケベック州だけで12万枚ものヒットを記録した。なお、彼女の作曲する楽曲は英語だけでなくケベック州の公用語であるフランス語の曲もある。そのためか現在はフランスでの人気も非常に高い。 2010年バンクーバーオリンピックの閉会式ではアルバムダンゲレウセアトラクションに収録されている音面ルモいを披露した。2011年には同じくカナダの人気バンドであるシンプルプランがフッツエイに加国語で同時発売したシングルジェットラグにおいてフランス語版のゲストボーカルを担当した。ありがとうございます。